ジロ先生、看護家庭って何ですか、はい、看護家庭って何ですかって言われて怖いですよね、これね。メディックメディアさんって編集者の方が、はい、まあ、看護家庭の解説をしてるってことで、ほう、これ本当に大丈夫ってところで、まあ、ちょっと検証動画をね、今回撮ってみようかな。検証動画、ちょっと待ってください。これすごい。なんかレベル高いですね。なんでこんなに看護師のこうなんかうまく言葉にできないことをこんな言語化できてるんですかね。多分この人は本当に看護、看護は見えてます。あ、看護が見える、見える、看護が見える。皆さんハッピーですか？皆さんハッピーですか？オンライン看護学院の春です。はい、黒です。はい、じゃあ今日なんですけれども、編集者の方が、はい、まあ、看護家庭の解説をしてるってことで、ほう、そうで、編集者の方っていうのはどういうこと？メディックメディアさんって皆さんもね、あのお世話になったことあるかもしれないんですけれども、有名な雑誌の、まあ、出版社の方ですよね、うん、医学とか医療系のね本をねたくさん出してる会社だと思うんですけど、ただそのジロ先生どう思います？看護家庭って基本看護師がやるものですよね。そうですね、逆に看護師以外の人が看護家庭分かるんだっていうふうに思っちゃいましたね。いや、まあそうなんですよ。なんで、まあ、ちょっと僕らが、いやこれ本当に大丈夫ってところで、まあ、ちょっと検証動画をね今回撮ってみようか。検証動画初めましてですね。初めましてで、はいはいはい、まあちょっと、はい、まあ、こういうのはあれですけどちょっと厳しい目線で、まあ、ちょっと本当に大丈夫なのかな。結構再生されてるんですよ、その動画も。でこれちょっと間違った知識が3万再生とかされてるのかな、うんうん、看護学生にね広がるのもあんま良くないと思うんで、うん、ちょっと私たちの使命感持ってますね、春先生。そうですよ、使命感でしかない。すごい、皆さんの早いのにもう皆さんのためにね、あのちゃんとこれがためになるかどうかっていうのを我々オンライン看護学院が見ますのでね。じゃあ早速見ていきましょう。はい、はい、じゃあタイトルは、メディックメディアさんの YouTube ですね。看護家庭って何のためにやるの、うん、標準看護計画だけじゃダメ、イラストで分かりやすく解説、看護家庭の基本、うん、基本ですよ。じゃあ行きます。はい、皆さんこんにちは。病気が見えるやレビューブックでおなじみの出版社メディックメディアで看護が見えるシリーズを担当している副編集長の八塚です。あのここでも止めちゃうんですけど、うん、看護が見えるって学生時代ありました？病気が見えるってやっぱイメージある、ね、看護が見えなかったですよ。いやこれ病気が見えるだけでした。しかもなんか内容良くないですか？基礎看護、臨床看護、フィジカルアセスメント、看護家庭って。いやもうこれあるならめっちゃいいですよね。だこの中の特にこの4番目の看護家庭のところの中身みたいに使っていくような感じなんですかね。こんな方は編集長、副編集長さんで看護師ではないってことですよね。あくまでも編集の方っていう立場らしいです。じゃあ見ていきましょう。これから看護家庭をもっと詳しく知りたいと思っている看護学生の皆さんに向けて、看護家庭の6ステップについてこの本をベースにしながら詳しく解説する動画を作っていこうと思うんですが、今日はその導入編として、どうして看護家庭をやんないといけないのっていう話と、そもそも看護家庭ってどういうものっていう、この2つの疑問についてお話を。ここでですね、はい、あのジロ先生、看護家庭って何ですか、はい、看護家庭って何ですかって言われて怖いですよね、これね。看護家庭って何ですかって言われたら、でもそうですね、答えられるかな。なんか多分多くの人答えづらいですよね、多分これって。多分一言で示すって、なんか看護家庭そもそもやれって言われてるけど、それが何ってあんまり考えないですもんね。すごい、そこから話してくれるんですね、この動画は。次見たいですね。はい、じゃあ進んでいきます。今日はちょっとこの本に書いてない話もするので、ぜひ聞いてください。では早速見ていきましょう。まずはどうして看護家庭をやらないといけないのっていう話です。この疑問に答えるためには、そもそも看護師さんの役割って何なのかってところを押さえておく必要があるので、そこからお話ししていきたいと思います。ここで皆さんに一つ質問です。で皆さんも知っている通り、お医者さんは患者さんの疾患に注目して治療とか管理を行いますよね。じゃあ看護師さんは患者さんの何に着目していると言えるのでしょうか？まずこの時点めちゃくちゃ構成の作りいいですよね。これすごい、うん、なんかレベル高いですね。そこからちゃんとやってくれるんだって感じしますよね、はい、看護師の役割から始まるんですね、これは。いやこれちょっと続きになりますね。見ていきましょう。疾患とか症状とか、あと患者さんの困りごととか、患者さんの身体面、心理面、社会面ひっくるめて全部って思う人もいるかもしれません。
で全人的に見るっていうのは全く間違ってないんですが、身体面、心理面の何っていうところが言い表せないんですよね。待ってください、このなんだろう、なんでこんなに看護師のこうなんかうまく言葉にできないことをこんな言語化できてるんですかね。なんすかね、これ前世が看護師なんじゃないかなっていうぐらいの。いや前世が看護師ですね、これ完全にっていうぐらいすごい、はい、今カメラの画角上あんま首振れなかったですけど、もう多分僕折れてますねプライベートで見てたら首振りすぎてめちゃくちゃ分かりやすい。じゃあ独自の役割ちょっともう一つ、はい、見てみましょうか。具体的に考えてみたらどうでしょう。例えば患者さんの ADL に問題はないかなって見たりとか、心理状態に問題はないかなとか、ご飯をきちんと適切な量食べられているかなとかって見ますよね。これは実習とかをイメージしてもらえると分かりやすいんじゃないかなと思います。患者さんのいろんな側面に着目しますよね。ただこれだとちょっといろいろありすぎて、今度は逆に収集つかなくなっちゃいますよね。今言ったようなことをひっくるめて、看護師さんは患者さんの何に注目しているのかを一言で言い表せる言葉があるんでしょうか。でこれは実はあって、答えは患者さんの反応と言います。看護師さんっていうのは一人一人異なる患者さんの反応に着目して、そこから看護問題を見つけて、その患者さんの反応に対して看護師独自の介入をしているわけなんです。今看護師独自の介入って言ったんですけど、これは医師の指示がなくても看護師の判断だけでできる介入のことっていう意味です。ここまでの話をまとめると、看護師さんの独自の役割とは、患者さんの反応について焦点を当てて看護問題を導き看護介入することっていうふうに言えます。はい、看護師独自の役割って何かっていうのを今反応っていうふうにまとめてもらって、うんうんうん、確かにそうだなって思うんですけど、ただこの人実は看護師ですよね絶対この人看護師でしょう、ね、いやって思っちゃうんですけどね、思いますよね。ね、でもね、しかも看護師さんの中でもすごく分かってる人ってイメージ。そうそうそう。本当にね、もうこういう先輩が欲しかった。あ、本当に。こういう先輩欲しかった、うん。本当に思う。でもやっぱり反応っていろんな分野でやっぱ使えますよね。使えますね。ね、我々だったらクリティカルケア看護ですけどね、その中でも反応って言葉使えますし、うんうん、なんかすごく分かりやすいのに、ね、なんかちゃんと王道であるってことはすごいですよね。いい人はここで気づいたかもしれないんですけど、今話した一人一人異なる患者さんの反応について焦点を当てて看護問題を見つけてって看護介入すること、これをやるための方法の一つとして皆さんが講義とか実習で習っている看護課程っていうのがあるわけなんですね。なのでどうして看護課程をやらなきゃいけないのっていう疑問の答えは、看護課程を展開して患者さんを看護するっていうことは、看護師っていう専門職の持つ独自の役割そのものだからなんです。でちょっと今止めていいですか。はいはいはい。これやっぱりすごく単純なことなんですけど、これちゃんとシンプルに答えられるってすごい重要なことですよね。うん、それは本当大事ですね。ここはね、看護課程なんでやるのって言ったこと、なんか学生の時代とかね、なんかただ課題として思ってるかもしれないけど、いや確かに課題として思ってましたね。何も考えずにやるものだっていうふうに、うんうん、思っていましたね学生の頃は。ただなんでやるかっていうところまであんま考えてなかったなと思いますね、うんうんうん、学生の頃って。ちょっとその辺を明確化するとね、すごい分かりやすいですよね。分かりやすいですね。じゃあ続き見ていきましょうか。でもう少し深掘りすると、一人一人異なる患者さんの反応ってさっき言ったんですけど、この一人一人異なるっていうところがすごい重要ポイントです。ちょっとここで同じ疾患で同じ治療をする目的で入院した患者さんがこう何人かいるっていうイメージをしてほしいんですけど、その時って例えば手術するとして、手術前には必ず手術の前後で必要なことを患者さんとか家族に説明したりするじゃないですか。あと手術槽が大きいと共通して、手術直後ってお風呂に入れないから体拭いてあげたりとかしますよね。あと他は同じ時間帯にバイタルサイン測ったりとか。でどの患者さんにも同じ疾患で同じ治療をするってなったら共通してやる看護っていうのがあるんですよね。これ看護師さんの仕事の一つですよね。
今話した看護師さんの仕事っていうのは、いわゆるクリニカルパスとか標準看護計画って呼ばれるもので、看護課程に基づいた看護とは違うんです。この患者さんだからこれをやるではなくて、この疾患だからとか、この治療だからこれをやるみたいな感じで、ある程度やることっていうのが病院とか施設によって決められてるんですね。いやすごい、ちょっと待ってください。これ看護課程だけ習える動画って聞いて今見たのにクリニカルパスと標準看護計画まで教えてくれるんですね。この後細かく説明あると思うんですけど、臨床の看護師さんもそうだと思うんですけど、その個別性っていう言葉と、そのいわゆる普通の疾患に対してのアプローチっていうのを、こうなんか分けられなくなることってありますよね。現実的にマンパワーとして、こう一つ一人に看護課程するってやっぱり難しい中で、こうクリニカルパスとかあるけど、でもだからといって個別性が大事っていう風にこうちょっとブレちゃったりとかしたりすると思うんですけど、ちゃんとこうやって位置づけされることによって、何かやっぱり介入っていうところの、まあ必要性っていうところの分配っていうのってやっぱりちゃんと見えてきますもんね。見えてきますし、同じ疾患の患者さんがいるとしてって話してる時の、やっぱり看護師さん、何でそんな、ね、違いますよ。この人は何の人ですか、これは。編集者さん。副編集者さんですね。そして話の流れがいいですね。テンポがすごい分かりやすい。だからこそなんか分かりやすいのかもしれないんですね。看護師っていうこういろんな情報をありながらやってるのじゃなくて、こうやはりこう厳選したものをまとめるっていう能力って、やっぱりこういう方たけてますよね、やっぱお仕事上。じゃあちょっと我々も習ってクリニカルパスと標準看護計画ちょっと勉強させてもらっていきますか。クリニカルパスと標準看護計画っていう2つの言葉が出てきたので、軽くちょっと説明したいと思います。クリニカルパスっていうのは、疾患とか治療ごとにこういついつまでに退院するために、こういう治療とかこういうケアの段取りで行くよっていう、多職種を含めたチームで使うスケジュールみたいなものです。でそこにはもちろん看護師さんが関わるケアっていうのも書かれてるんですね。この患者さんはこのクリニカルパスの適用になりますよってなったら、その患者さんに関わる医療従事者がみんなそのスケジュールに沿って動いていくみたいなイメージです。標準看護計画っていうのは、これも疾患や治療とか検査に合わせて病院とか施設ごとに作られてるんですけど、こう想定される一般的な看護問題とか看護計画がこうリスト化されてるガイドみたいなものです。一般的なっていうところが重要で、あらゆる全ての患者さんにそのまま使えるわけではありません。繰り返しになっちゃうんですけど、この患者さんだからじゃなく、この疾患この治療だからっていうのがベースなんですね。例えば移設手術を行う患者さんのためのクリニカルパスとか、化学療法を行う患者さんのための標準看護計画、そういう疾患とか治療に応じてそういうのがあるっていう感じです。しかしこっからが重要で、そういう疾患とか治療によって共通して行われる看護と違って、個別の患者さんの反応に対して看護を行うっていう場合があるんです。これがよく言われる個別的な、この一枚絵すごい分かりやすくないですか。ああ、この一枚絵とともに、この一枚に入った時にミュージック変わったんですよ。細かいんでパッと切り替わったなって思った。YouTuber の視点で分かります。分かります。ちょっと戻ります。これからのここから、しかし、はい、ここからが重要で、そういう疾患の治療によって共通して行われる患者と違って、ここ、ね、まあ、個別の患者さんの反応に対して看護を行うっていう場合、すごいここでパッと今切り替わってこうまとめに入ってきたなって、この1万円が本当に分かりやすいですね。ね、本当に本当に。でも確かにやっぱり現実的にこうなんですもんね。なんか全ての患者さんにやっぱり個別的なものを臨床の現場では、まあ、やるっていうことはなかなかね難しいところがあるんで、クリニカルパスとか標準看護計画っていうものがあって、でただこのクリニカルパスとか標準看護計画っていうものが、なんだろう、学生時代って分かんないんですよね、それがスタンダードかどうかもっていう。多分それを個別的な看護っていう看護課程をやることで、実際臨床行った時にクリニカルパスとか標準看護計画が、まあそうだよねっていうところは見えてくるんでしょうね。個別の問題を考えられるからこそ、いやすっごい分かりやすいね。確かにこの個別的なと共通なっていうところをしっかりと分けて考えるっていうのはすごい大事なところです。この一番すごい説明しやすい。ここじゃあこの続きを見ていきますか。
看護課程に基づいた看護っていうわけなんですね。さっき話した標準看護計画とこの個別的な看護の違いっていう点でお話しすると、例えば皮膚がすごいちょっと弱い患者さんがいたら、術後の傷口とかドレーンの管の管理の時に皮膚に優しいテープを使ったりとか、個別的な対応が必要になりますよね。あと他にも退院後の生活にすごく強い不安を抱えている患者さんだったりとか、家族関係に問題を抱えていて、それによって退院後の治療に影響が出てしまうような患者さんとかもいるかもしれません。こんな風に患者さんによって異なる問題とかその原因を見つけていって、その問題を解決するためにその人に合った看護介入をしていく、でこれが個別的な看護って言われるものです。病気の診断基準みたいにこういうタイプだったらこういう看護って決められるものがあるんだったらすごい楽なんですけど、そもそも患者さんの反応とか患者さんの抱える問題とか原因は多種多様だから、そういうわけにもいかないんですよ。そのために看護課程を展開していく必要があるっていうことになるんですね。ちなみにもしこういった個別的な看護を考えていく上でベースとなるような標準看護計画がその病院にあったとしたら、それを修正とか追加して使っても OK です。つまり看護課程を展開することで初めて看護師さんっていうのは一人一人に異なる患者さんの反応に着目して、患者さんの持ってる個別的な問題に対して看護を提供することができるっていうことなんです。ここでもしかしたら標準看護計画だけで対応してる患者さんには看護課程展開してないのって思う人がいるかもしれません。これは看護課程を展開してないんじゃなくって、看護課程を展開した結果この患者さんには個別的な問題とかリスクの問題がなかったってことなんですね。だから看護を必要とする個別的な問題がないかを見つけるために、どんな患者さんにも看護課程は展開しているって思ってください。ここまで聞いてくれた皆さんだったら、実習の看護計画を書くときにどこかの病院のクリニカルパスとか本に書かれている標準看護計画を丸写ししちゃったときに先生にこれじゃダメって言われる理由が分かったんじゃないかなって思います。でさっき登場したこの本はいろんな疾患とか治療のクリニカルパスっぽいものとか標準看護計画っていうのは載ってないんですが、どうやって個別的な看護を考えていったらいいのかっていう考え方の手順に関しては載ってるので、ぜひ参考にしてみてください。どうですか、欲しい、欲しい確かに患者さんの中の標準看護計画を当ててみて、その個別的な問題がある人にはそのアプローチって確かにこう分かりやすいですよね。分かりやすいですね。実際なんか臨床現場でもそういう感じですよね。だいたいこう決められた疾患が来て、でもやっぱり皮膚弱くて褥瘡できちゃったとか、ちょっと呼吸器系弱くて、まあ、人工呼吸器の関連した肺炎が出てしまったりとかってした場合に、そこにちょっとプラスアルファ呼吸器的な管理を入れたりだとか、まあ、そんな感じでプラスアルファの介入していくっていうようなイメージですもんね。そうですね、そのやっぱ身体面だけでなくても、例えばそのね、もともとの家族構成であったり戻った時の介護の必要度と、まあ、その時の介護をできる人がいるかっていうところもやっぱり個別的なところで考えてますよね。なのでもう来た段階からそういうふうに情報を統合していってっていうのを行いながら、まあ、標準としてはこういうふうな進み方するだろうけど、ここでちょっとこうもう一つ介入が必要だなって思いながら介入したりっていう意味では、本当にこの言ってる通りだなと思いますよね。すごくね、学生さんとかもね、学ぶ上で、あ、だからこうプラスアルファが必要なんだとか、その辺のこう学びってすごく重要ですよね、うん、インスタグラムとかでも結構その標準看護計画でこういうのやったらいい評価もらえましたとかっていうインスタとかもいっぱい流れてると思うんですけれど、それはやっぱり標準であって、やっぱりそこにこうどういうふうに個別でのところを看護課程で見出すかっていう意味では、この看護が見えるの本では標準看護計画は載ってないけれど、その思考過程が書いてあるんですっていう、これめちゃくちゃ中身見せてくれないんですかね、この中では。まあでも中身の一部を解説してるっていう感じですからね、うん、深く読みたいっていう方はね、ぜひ見ていただけるととは思うんですけどね、うん、なんかとりあえず今まあ、半分今日ぐらい見てきたんですけど、一応前半をここでちょっと区切ろうかなっていうふうに思うんですけれども、はい、まあちょっと疑いの目でね、私たちね、もう最初のことですね、うん、
あの頃の自分に戻って頭を叩いてやりたいですね。10分前、たったの10分間。本当に、本当に看護師さんが説明するよりも正直分かりやすかったなっていうのは思ったところですね。いや、そうですね。僕たち当たり前に看護師っていうその立ち位置がやっぱりちょっと違うっていうところで、うんうんうん、看護師とはっていうところをちょっとこう客観的に見てもらってるなっていう印象すごい抱きますよね。こうどうしてもこう患者さん目の前にした時こういう視点になるんだろうけど、こう一歩引いたところでね、うん、こうすごく広い視点で、あ、こういうことなんだっていうのをすごくまとまって分かりやすくて、多分僕この本買いますね。多分この人は本当に看護、看護は見えてます。あ、看護が見える、看護が見える看護が見えるいやーね、はい、お後はよろしいようでって感じですけれども、はい、じゃあ後半の動画ではね、はい、こちらの方またプラスアルファ見ていきたいと思うので、後半は、はい、あちらのメディックメディアさんの方のチャンネルの方でね映しているので、ぜひそちらの方の動画を見てみてください。こんな感じでね、はい、うちの動画は普段はこういう、レクチャーとかやってるんですけど、まあ、こういった試みもね、うん、どんどんやってるので、まあ、こんな動画してほしいとか、ぜひ検証してほしい動画とかありましたら、ね、たりコメントといただければ、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、本日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これちょっと待ってください、うん、初めての文句です。後半のねすごいつながってくる感すごい、畳み込みがすごいですね。これは今回は検証動画っていう感じでしたけども、結果は